今から70年ほど前の長野県のとある集落。私はそこで生まれ育った。八重ちゃん、成人の儀の話聞いた？幸も今日聞いたんだ。正直憂鬱。私たちは共に来年成人を迎えるのだが、私の育った村には成人の儀と呼ばれる風習があった。それは、よばい。元旦になった瞬間の0時に、その年成人になる男子が自分の家から一斉に飛び出し、意中の女性の家に上がり、よばいを仕掛けるというもの。女性に拒否権はなく、まずはよばいを受けてから、この先も交際をするかを告げる。この先交際をしないと断った場合、次に待っている男が呼ばいをする。女性は意中の相手が来るまで、もしくは夜が明けるまで相手をし続けなくてはならないというもの。サチはいいよね。ゴロンチ隣だから。へへ、でもちょっと緊張するよね。私はさ、三尾の家村外れにあるから絶対に一番槍にはなれないじゃない。八重の言う一番槍とは、家にたどり着いた順番のことを言う。一番槍から順番に呼ばいを行い、次に並んだものを二番槍、その次は三番槍というように一つずつ増えていく。そうだよね。八重は大変そうだね。まあ三尾とはもう初めてはしたからいいんだけどさ。この時まで低層は保つようきつく言われているのも私の村の習わし。しかし八重のようなものは言いつけを破って先に意中の相手と済ませてしまう人もいたという。八重美人だから、三尾くん来るまでに何人相手しなきゃいけないのか。その日に生理来ないかな。私たちはこんな会話をしながら、成人の儀当日まで心休まることはなかった。その頃、成人を迎える男たちはというと、お願いだ、うちを引っ越してくれ。お前頭おかしくなったか。俺と八重のことは知ってるだろ。こんなに遠かったら他の男にやられちまう。それは諦めろ。母さんも俺が三番槍だ。それでいいのかよ。それでも相手がいるだけマシだ。もしも朝までにカップルが成立しなかったり、誰ともできなかったりした方が村八分になる。なんなんだよこのクソ風習。それぞれの思いを抱え、私たちは成人の儀当日を迎えた。誰？一番槍取った。ゴロー。私たちは抱き合うと、そのまま床へ向かった。私とゴローが恋仲であることは村中に知られていたし、隣の家同士にはかなわないと分かっていたので、家に他の誰かが来ることはなかった。しかしその頃、なんであんたが一番槍なのよ。村一番の美人と一回でいいからやりたかったんだよ。私、今日生理なの。そんなことどうでもいいから脱げ。どうでもよくな。無理やり脱がされた八重は、熊尾に好き放題やられたそうだ。答えは分かってるわよね。ああ、だから俺は朝までこの村の女を抱きまくる。そう言いながら、熊尾は勇んで出て行った。ぐったりして服を着ようとしたその時。次は俺だ。ふざけんじゃないわよ、定吉。諦めなさいよ。このまま三尾だけのものになってたまるか。一回やらせろ。もう嫌、この村狂ってる。結局意中の三尾が来たのは、その二人後で四番槍だったという。遅くなってごめん。もう他の男はゴリゴリ私のことを大事に扱ってくれないんだもん。俺も外でお前の声を聞いてやきもきしてた。一生大切にするからな。八重と三尾はめでたく結ばれ、そのまま朝を迎えたという。ちなみに熊尾はその日4人の女を呼ばいしたが、カップル成立はならず、成人として認められないということで、後ろ指を刺された。部男に生まれたやつはどうしたって無理じゃ。そんなことないわよ。残り物同士一緒になりましょう。熊子、お前しか残ってないのかよ、ちきしょう。でも私たちの子供はまた苦労するわね。こんな風習終わらせてやる。こんなことでもないと味わえないような体験をしたやつが成人の儀反対の第一人者となり、この風習も廃れていった。